残りつぼまんなしで連敗しました。ションパイのドラの難打てますか？ここだけ切り取ってみるととても打ちにくいですよね。でもこの時は難を勝負しました。今回の動画は難を勝負する理由ブロック読みを解説します。麻雀の上がり系は4面図1ジャン等5ブロックで構成されているというのが大前提です。孤立牌優先順位の法則、こちらを使って上茶の手牌に残っているブロックを予想していきます。まずはこのシーンです。上茶の手出しは9ピンでした。孤立牌ウーピンよりも孤立の9ピンが残るのは優先順位の法則に反しています。つまりこの瞬間上茶の手の内に9ピンの関連牌がある可能性が高いという有力なヒントです。続いてリャンマンのアンカン、初ポンとリャンマンアンカンで現状この2ブロックが確定です。次に G1 の手出しが入ります。ウーワンをすでに切っているのに自牌の手出しを挟んで G1 を手出しです。 G1 が孤立牌とは考えにくく、この瞬間上茶の手の内に G1 の関連牌があることは濃厚です。最後にパーソーの手出しです。あの捨て牌でこの土終盤にパーソーが孤立で残っていることは考えにくく、上茶の手の内にパーソーの関連牌が残っていることは確実でしょう。それでは今まで出たヒントをまとめてみます。リャンワンと初で2ブロック確定です。ヒント1より9ピンの関連牌を持っている可能性が高く、ヒント2より G1 の関連牌を持っている可能性が高く、ヒント3よりパーソーの関連牌を持っている可能性が高い。ということは確定情報および3つのヒントを合わせると上茶の手牌は数牌ですでに5ブロック揃っています。ですので自牌の入る隙間がなく、ドラの難はシャンポンや短期に当たりにくいということです。いかがでしたでしょうか。有力なヒントさえ拾えれば相手の手牌構成をざっくりと読むことは十分可能です。孤立牌優先順位の法則、意識して相手の手出しに注目しましょう。ではまた。